フェリーダイヤモンドは、ダイヤモンドフェリーが運行していたフェリー。フェリーパールの代券として、来島ドック、耐性工場で建造され、1986年11月30日に、神戸松山大分航路に就航した。2007年11月21日、サンフラワーゴールドの就航により引退した。その後、国外に売船され、パナマ船籍のチャイナダイヤモンドとなった後、 2010年に韓国に売却され主幹部コーデエリアとして就航した。2012年インドネシアに売却されポートリンク3として澄んだ海峡を連絡する航路に就航している。船体は7層の甲板が設けられ、上部からら新規甲板、航海船橋甲板、AE 甲板と呼称されていた。航海船橋甲板は層脱室及び、 乗組員区画 AC パ板は旅客区画 D パ板は乗組員区画及び車両積載区画 E パ板は車両積載区画となっていたランプウェイは E パ板の選手及び船尾に装備されており選手はバウバイザー式となっていた D パ板の右舷後方にはサイドランプ用の開口部が設けられており D パ板と E パ板は 可動式の船内ランプで接続されていた。1993年10月25日、12時47分ごろ、宝余海峡ルート推進線上フォーラムのため、西大分港発着の周遊航路で、臨時運航を行っていた元船は、時間調整のため席先沖の分を、平瀬投票付近で一回答した際、 平瀬投票の北投法約0.7回りにある、間出岩である根限派に衝突、乗り上げた。乗り上げにより、船首船底に波行を伴う久保損を生じたが、船内に浸水はなかった。乗客は来園した大分海上保安部の巡視艇などに救助され、本船は18時頃に来園した引き船の支援を受けて離床した。事故原因は、船長が、 運航管理者から指示された航路に従わず、陸岸に接近して航行したこと、平瀬投票の北方で、時間調整を行う際に当直者の水路調査が不十分だったこと、とされた。事故発生当時、天候は晴れで風力4の北西の風が吹き、潮港は揚げ潮の中央機で、権ン波は水没状態だった。ありがとうございます。